我们每个人心里可能都曾经存在这么一个梦想，在一个美丽奇幻巨兽横行的世界里，我们与他们共存，怪物猎人就是这么一个世界。我们耗费了巨大的精力，投入了很多人力，采用 C3 引擎，与世界上最好的动作游戏制作者合作，就是想做一款为中国玩家服务的游戏。この2つの国の、そして2つの全く違う文化を持ったクリエイターたちがどういう形でゲームを作り上げたかっていうところはですね、この中国のプレイヤーの皆さんにですね、感じてもらいたいですし、より多くのプレイヤーの皆さんが、あ、こういう解釈の仕方でモンスターハンターっていうのができたんだねっていうのをこう実感してプレイをしていただくと、非常に作り手としても、そしてまたこのプロジェクトに責任者として関わった自分としても嬉しいと思ってます。怪物猎人这个世界它和其他的游戏不太一样，就是你会感觉可能是在另外一个星球，可能也许真的在某一个时间会有这么一个世界存在。工作态度最重要的就是开心，如果我们设计的东西最后做出来我们自己都不觉得好玩，那其他人是不可能觉得好玩的。策划人员差不多是给了这个怪物的应该算是一个灵魂，然后美术的话给予它的血肉皮肤，让它长得更好看更鲜活。我们现在在设计的过程当中也是尽量的遵循怪猎一直以来带给玩家的这种感受，是一个真实的一个自然环境。中国版専用の多彩なオリジナルのモーションも追加されています。本当にカプコンがあとテンセント1フレーム1フレーム全てこだわりを持って、作っていますので。今回、私たちが作成というか、作っているものについては、私が思うのは今までのモンハンを、超えていくものだと思います。ちょっと一言になってないかもしれないですけど。モンハンはですね、ズバリ、命ですね、自分にとっては。浙江是一个真实丰富的世界。浙江是一个自然新奇的世界。誰も見たことのない世界だと思います。このタイトルを一つの言葉でこう伝えるのであれば、僕は絆だと思います。这是一个充满挑战的世界。